はい。もう結構ですよ。さとこ、お注射はもう終わったのですよ。そうよ、もう終わってたのよ。入江先生は私よりお注射が上手だから。終わったことにも気づかなかったでしょ。傷口を揉んじゃダメよ。できれば重いものも持たないこと。ええ、分かっていましたよ。さとこは偉いのですよ。なでなでしてあげますのです。注射くらいもう全然平気ですのよ。理科になでられるような覚えはございませんですわ。じゃあ、さとこちゃんはいつもの検査を受けてください。高野さん、お願いします。ええ。さあ、さとこちゃん、いつものクイズをしましょうね。高野さんのクイズは答えにくい問題が多くて私苦手ですわね。いつもと同じよ。答えづらい問題はわからないと言ってくれればいいわ。変に考え込まず、自然に思いついた答えを口にしてくれればいいのよ。さとこの具合、良いといいのです。私は入江たちのところへでも行って、さとこの容体を聞いてみるわ。羽生はどうする？僕は、さとこのそばにいてあげますのです。ありがとう。そうしてあげて。よかった。では、解放に向かっていますか。入江、どうなのですか？安心してください。いい結果が出ました。
では、あとをよろしくお願いします。先週の検査結果に少々焦りすぎたようです。急に気候が変わったので交感神経が過敏に反応したのでしょう。風邪をひきかけたりということはありませんでしたか？お腹を出して寝てたことがありましたです。おへそをつっついたけど起きなかったのです。それは羨ましい。ぜひ今度そういうことがあったら呼んでください。私もさとこちゃんのおへそをプニプニしてみたいものです。プニプニなのですよ。お腹もぽよぽよなのです。かわいいからお布団をかけるのがもったいないのですよ。それがネビエの真相ですか。リーカー、聞こえていましたよ。そういう時はこっそりお布団をかけてくださいませ。ダメよさとこちゃん、検査中よ。時間も計ってるんだから、こっちに集中して。ただ、小康状態には戻りましたが、レベルはレベル3マイナス。昨日も今日も明日も、危険な状態を脱していないことに、変わりはありません。レベル3は永遠に治らないのですか？アナフェラキシーショックと同じで、仮に異物が完全に取り除かれても人体側に過剰な反応を示す体質が作られてしまいます。つまり聡子は感知しても一生レベル3から治らない。そういうことになります。ですが、悲観することはありません。規則正しい生活習慣とセルフコントロール。そして、ある種の投薬を続けることによって、症状の発生を抑えることができます。一生、治らない。言葉を悪く言えば、そうなります。ですが、世の中には、難病ではあっても、うまく病気と付き合っていけるケースも、少なくありません。例えば、糖尿病がそうでしょう。病気そのものは、生涯治りませんが、その発症は抑えることができます。もちろん、これで妥協するつもりはありません。さとこちゃんは、きっと完治させます。絶対にです。信じてますですよ。え。信じてください。
そうだ、リカさん。月末にまた少し大掛かりな検査があります。今度は僕がモルモットになる番なのですか？そんなつもりは。医学に貢献していただいていますし、大勢の人を救うことにもなります。調べて、サトコの治療に役立つのなら、僕がモルモットでもいいのです。ご協力を感謝します。もう少し、人と設備とお金があれば、これだけの負担をかけないのですが。はい、もしもし、入江です。東京から凱旋です。そちらへ回します。あ、リサさんですね。もう今年もそんな時期になりましたか。電話は所長室で取りますから、そっちへ回してください。わかりました。リカさん、すみません。東京からの電話です。いってらっしゃいなのですよ。どう？サトコの様子は？サトコは相変わらず間違い探しは下手くそなのです。僕の方がいっぱい見つけられましたのですよ。あんたの検査結果なんてどうでもいいでしょ。サトコの結果はどうなの？あうあうあう。もうほとんど終わりなの？はいです。今、高野が持っているのが最後の一冊なのですよ。これで最後よ。これは何に見えるかしら？Thank you.
生は何に見える？このシミ。あう。あ、ソフトクリームなのです。滑って落としてしまって地面にべっしゃりとんだのです。もったいない。なるほど、実に相手の考えがわかるテストね。何に見えるかしら？思いつきでいいのよ。2匹の蝶々が重なっている感じですわね。2匹の蝶々が重なって、いいわよ、続けて。どうして蝶々は重なっているのかしら？ずっと離れ離れで会えなかった蝶々がやっと一緒になれて喜んでるところ。ごめんなさいですわね。私も何を言ってるのか自分でよくわかりませんわね。いえ、そういう答え方でいいのよ。思いついたことが抽象的ならそのまま口にしてくれればいいの。そういう検査なんだから。本当にこんなヘンテコな絵の感想を言うだけで検査になりますの？なるわよ。例えば今のこの絵だけど、去年のさとこちゃんは別な答えを出してるの。それを比べるだけでもこの一年のあなたの変化を測ることができるわよ。なんだか嫌なテストですわね。去年の私はこの絵に何て答えたのでございますの？ケンさん、終わりましたか？ええ、終わりましたわ。だいぶさとこちゃんも手際が良くなりましたわ。今日はだいぶ早く終わりましたのよ。早く終わらせるように頑張ったんですもの。今日は用事がある日だからのんびりとはできませんのよ。おや？
今日は何かあるんですか？日曜日ではありませんでしたっけ？今日はみんなでミーのおじさんのおもちゃ屋さんで部活があるのですよ。なるほど。さとこちゃんが妙に今日はおとなしく検査に従ってくださると思いました。予定が詰まっていたんですね。それは悪いことをしました。ではさとこちゃん、これはいつものです。状態がいいようですので、お注射はこれまでの日に2回に戻します。昼食前と就寝前の2回に必ず注射をしてください。注射針は必ず変えるように。同じ針を2度使ってはいけませんよ。それからこちらはどうしても体調が悪くなった時のみ食後に。はいはいはい、いつもと同じですわよ。分かっていましたよ。注射2本に戻りましたのですよ。よかったのです。大変よね、一日に2本も注射を打つのは。あうあう。リカ、終わりましたよ。お疲れ様。検査中からずっとそわそわしてたからね。いってらっしゃいな。すみませんわね、上の空で。いつも検査をしてくださって感謝していますのよ。ほら、もう時間がないんじゃないの？私の車で送ろうかしら。そうそう、また車に新しいぬいぐるみがあるのよ。今度は約束通り、さとこちゃんが名前をつけてくれていいわよ。あら、何のぬいぐるみでございますかしら。どんな名前にしようか迷いますわね。何の動物のぬいぐるみなんですの？また猫なのよ。今度は虎島なの。可愛いからきっと気に入ってくれるわよ。じゃあお二人とも部活行ってらっしゃい。罰ゲームが未定でしたら、ぜひメイド服の着用を提案してくださいね。サイズから種類までいろいろと取り揃えておりますので。また来週お会いしましょう。いやなこったなのですよ。また来週なのです。
さ、行きましょうですわ。今日は部活メンバーだけじゃありませんものね。腕が鳴りましたよ。やれやれ。検査は慣れても疲れますわね。検査、お嫌なのですか？めんどくさいから嫌ではありますけど、これも仕事ですもの。仕方ありませんわ。そこが飽きないのよ。かわいすぎる。さとこちゃん、リカちゃん、おはよう。おはようございますなのです。おはよう、リカちゃん。さとこ、警察が来る前にケリをつけるぞ。目標は10億強奪だ。ケイチさんの話がわかりませんわ。遅くなったかな。リカちゃんたちは今来たの？今日は早く終わったのでだいぶ待ってましたですよ。そりゃ悪いことしたわ。こっちはケイちゃんがなかなか来なくてさ。圭一では仕方ありませんですよ。みぱーん。ちょい待て。俺が悪役になれば丸く収まるのかよ。もちろん。圭一さんでなくては務まらない大役でしたよ。実に嫌な大役だな。こんなので丸く収まると思ったら大間違いだぞ。
うむ。やっぱりこれが正しい丸い収め方だよな。前歯が欠ける前に新しいオチを探した方がいいと思うけどね。今日もみんなとっても元気なのです。元気に勝る宝はないわね。そんなこと言ってるとリカはどんどん老け込んじゃいますのです。うるさいな。誰のせいだと思ってんのよ。当分甘いものを食べるのやめるわよ。嘘よ。冗談だからあんまりひっつかないで。ごめんなさいなのです。今日もご機嫌だね。お持ち帰り。はいはい、お持ち帰ったら犯罪だからね。ミオ、店のおじさんが呼んでるぜ。リカ、聞きまして。今日の部活、賞金が出るんだそうですのよ。5万円でしたよ。5万円。ケイチさん、5万円なんてすごい賞金と思いませんですこと？5万円？なんだよそれ！ケイチ王国の5年分の GNP に匹敵するぞ！小さなミスよ。大丈夫。5万円もあればもうずっと使い切れないくらいのお醤油が買えますです。なんで5万円分もお醤油を買わないといけないんですの。お醤油を買ってきてと言ってもめんどくさがる人がいるからなのですよ。リカって結構根に持ちますのね。5万円分の醤油って一体どのくらいだよ。すげえ量になりそうだな。
リカ。ごめん。こういうことで感情を灰色にすると、また寿命が縮んじゃうわね。世界をもっと楽しまなきゃ。ごめん。もう大丈夫。100年程度で愚痴ってたら、あんたに笑われちゃうものね。ああ、僕はもう、運命に慣れていますのですから。よし。大丈夫。私はフルデリカ。私はフルデリカ。みー、レナだったら5万円で何を買いますですか？ランディ君人形とか売ってもらえないのかな。沖の宮のチェーン店に5万円持ってったら売ってくれないかな。はおう、その5万円で鎖を切る工具と第8車を買った方が早いと思いますです。レナさんだったら素手で鎖を引きちぎりかねませんわね。違いない違いない。はお、ひどい。ミオンの部活って割と気まぐれなことが多いもの。ひょっとするとルールは違うこともあるかも。普段ならそういうこともあると思いますですが、今日はきっと何日も前から計画していたことだと思うのです。強い意志は運命になりやすい。だったわね。
たから、あまりそういうのは期待しない方がいいのです。期待してるわけじゃないわ。まずはくじ引きで5つの卓に分かれるよ。そして各卓から1人の勝者を出して、ごめん、ちょっと期待した。変な期待はかえって理科を傷つけますですよ。そうね、何度も教えられてるのに、私も学ばないわね。抗えない運命は受け入れる。リカなら運命の流れを読むことができますですよ。そうよね。ただでさえ短い残りの寿命、大事にしないとね。どうしたんだ、リカちゃん。退屈なのか？退屈って、僕がですか？うん。なんか今朝は会ってからずっと退屈そうな顔をしてるからさ。ひょっとして、早起きしすぎて寝不足なのか？前に同じ部活をやったことがあるので、またなのかと思っただけなのです。え？なんだ、そうなのか？なんだミオンめ、道理で手慣れてると思ったぜ。ま、俺は初めての参加だから十分楽しみだけどな。確かに、すでに知ってる説明を延々と繰り返されると苦痛な時ってあるよな。俺も昔、塾で学校のだいぶ先まで習っててさ、遅れて習う学校が苦痛だったことがあるよ。そうなのです。
僕も学校は特に苦痛なのですよ。え？本当かよ。いつも楽しそうにしてるじゃないかよ。すでに知っていることを延々と聞き続けなければならないのは、拷問以外の何者でもないと思いますのです。まあ授業はどうしようもないよな。俺はそこを塾で習ってますから、その次をやってくださいなんて名前聞いたら、いろいろと怒られるもんな。でもこいつは違うぜ。遊びじゃないか。遊びではありますが、決まってるのですよ。わかんねえぜ。だって五択に分かれるのはくじ引きだそうじゃないか。しかもそれぞれの択で何のゲームをやるかは任意に決めることになってる。今日どんなゲームで戦わされて、どんな展開で盛り上がるかなんか全然想像がつかねえぜ。予想はつきますですよ。そんなことねえよ。くじ引きで5択に分かれますですが、部活メンバーはきれいに5択に分かれますです。圭一はあそこ、僕はそこの択なのです。そして僕は魚釣りのゲームをすることになります。圭一はスゴロクの100億長者ゲームなのです。なんだよそれ、予言か？よくそこまで言い切れるじゃねえか。運命とはそういうものなのです。へへ、運命なんて言われるとよ、意地でも抗ってみたくなるのが男ってもんだよな。この箱の中から1枚引いて決めよう。まず部活メンバーからね。初戦で部活メンバーとは当たりたくねえな。もしリカちゃんと当たったらごめんよ。当たりませんですよ。圭一の卓はあそこ。
僕の宅はそこなのです。ちぇ、そううまくいってたまるかよ。うりゃ。ね。僕の予言は外れないのです。五択の一つってことは 20% だもんな。適当に言ったって、それだけの確率で当たるってことさ。なら、僕のくじも予想通りだったなら、何パーセントの確率になりますですか？20% の 20% だから、4% だな。さすがにこの確率だったら信じてもいいぜ。さあ、最後はリカちゃんだよ。多分ミオンは部活のメンバーの誰かが一回戦で負けてしまったら気の毒だと思っているのでしょう。そうね。同じ卓に部活メンバーがぶつかり合ったら、どちらかのメンバーは必ず敗退することになる。仕掛けでリカを最後の宅へ送るようにしているのですか？さあ、それはミオンに聞かないとわからないわね。でも一つ言えるのは、多分この箱の中のどれを引いてもあの宅になると書いてあるはず。その箱の中には今同じくじしか入っていない？そういうことになるわね。多分ミオンの持つこの箱は何か細工がしてあるんでしょうね。しようか迷いますです。さあさあ、どれを選んでも運命は一緒だよ。これなのです。あいよ、どれどれ。おお、すごいね。部活メンバーが全員綺麗に分かれたよ。
運命は決まっていることなのです。25分の1の確率で当てるとは、やるじゃねえか。期待して裏切られたら、また辛くなるものね。見ろよ、これこれ。懐かしいよな。これにしねえか。おー、知ってるよそれ。魚がくるくる回って口をパクパクさせるのを釣るやつだろ。ごめん。今日は体調が悪いのかしらね。なぜかうまく受け流せないわ。ダメです、リカ。難しく考えれば考えるほど心に良くないのです。分かってるわよ。ちょっと黙ってて。あう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 。
やっぱり相手の提案するゲームじゃ不利だもんな。なんて言って互いの提案を蹴り合うもんだから、ちっとも決まりゃしねえんだ。リカちゃんの方は決まったのか？見ればわかりますですよ。じゃあマスターはリカちゃんの予言した100億長者ゲームを持ってくるっていうのかよ。僕は時々予言もできますのですよ。ニパーン。本当かよ。おい、よしよし、じゃあマスターが本当に100億長者ゲームを持ってきたなら信じてやるぜ。そうです、ケイチたちは100億長者ゲームで戦うことになりますです。よしよし、そこまで言うなら勝負しようじゃねえか。あ、マスターを買収してあるなんてのはなしだぞ。マスターが売れ残りのゲームを持ってこようと強く思っているなら必然の結果になりますのです。通りなのですよ。マスター、どうしてそのゲームを選んだんです？ん？いやいや、本当に気まぐれだよ。倉庫の在庫から適当に探し出したのさ。決して売れ残りの一番傷んだやつを持ってきたわけじゃないんだよ。なあ、リカちゃん、これってマジの予言なのか？ニパーン。いやさ、村のお年寄りにリカちゃんはお社様の生まれ変わりで神通力があるって力説されたことがあるんだよ。未来の予言とかができてものすごい的中率だとかなんとか。それって本当なのか？決まっている運命を読むだけなのです。もっと言えば前に一度見てきた世界なのですから。チェックソ、ここまで当てられちゃそんなバカなとも言えやしない。賭けは僕の勝ちなのですよ。
調子に乗るなよ、リカちゃん。運命を読めるなんていい加減なことを言っちゃいけないぜ。男にとって宿命と運命という言葉はもっともっと尊くて熱い意味がこもってるんだ。そんなやすやすと読めるようなもんじゃねえ。み、さっきリカちゃんはマスターが100億長者ゲームを持ってくることを運命だと言った。偶然であったとしても的中したのだからリカちゃんが正しいと言わざるを得ないさ。でもな、こうも言ったよな。何ですか？俺が100億長者ゲームで戦うことも運命だってな。なら、その運命とやらを、俺がぶち壊してやろうじゃないか。すまん、俺、100億長者ゲームは持ってるんだよ。だから、ルールの裏の裏まで知り尽くしてる。ですか？ああ。だからこのセレクトはフェアじゃないよな。マスター、申し訳ないんですけど、100億長者ゲームの隣に置いてあった他のゲームに変えてもらえませんか？そうかい？わかったよ。じゃあ他のを持ってこよう。これならどうかな。ああ、あの樽にナイフを刺すゲームですよね。どうだよ、二人とも。これならフェアだろ。そうですね。ルールもわかりやすいし、それにしましょう。じゃあ決まり。俺たちの卓はこれで勝負だ。リカちゃんさ、さっきすっげえつまらなさそうな顔してたよな。それってあれだろ？魚釣りゲームじゃ嫌だなって不安が的中しちゃって、ふてくされてたんだろ？そうね。今さら隠さない。じゃあ簡単じゃないか。
僕は魚釣りゲームはお魚さんがかわいそうだと思いますので他のゲームにしたいのですよ。そっか。じゃあリカちゃんは何がいい？リカちゃんの提案する他のゲームでいいよ。久しぶりに運命と戦おうという気力が充実するのを感じるわ。やる気があればものの5分でだって運命は変えられる。それが2週間もあるんだもの。今回はこれまでとは違う。もっともっと運命と戦ってみせる。頑張りましょう、なのです。そっか、おじさんの店の手伝いってんじゃ仕方ねえな。ささやかなお店だけどね。でもさ、特売やれば主婦が殺到するの常識で読めないのかね。店員足りないのに卵一パックを一人様一点限り10円なんてやるな。仲がいいね。仲良しさんすぎてレナは焼いちゃうよ。はお、うちのクラスには圭一さんと近い年の男子がいませんものね。圭一さんにはちょうどいい男友達の感覚なんじゃありませんの？それでもみーちゃんは女の子なんだよ。男の子にはなれないよ。それは分かってますけど、こうしていると仲のいい男子同士にしか見えませんわね。みんな、今日は本当にありがとう。おかげでイベントは大盛り上がりだったよ。大したものじゃないけど、これ、今日のおだちんに。あ、よしろおじさん、私にはないの？おだちん。
可愛いのが出てきましたわよ。ってことは俺のもかな。お、なんだかやたら可愛いのが出てきたぞ。ちゃんには一番似合わないのが出てきちゃったね。なんつうのか、プリティっていうかキュートっていうか、可愛いのは認めるんだが、着せ替え人形はちょっとな。ケイちゃんが持ってたら確実に明日から変な趣味の人扱いだね。うん。覚えていますですか？ええ。ああ、分かってるって。ミオ、俺が持ってると変な趣味なら、こりゃ誰が持ってりゃ丸く収まるってんだ？ん？
知らないよ。まあお人形なんて男の子の持つものじゃないよねって言っただけだしさ。ほほう、じゃあお前が持てば万事解決じゃないか。ほれ。以前の世界の記憶を受け継いでいる。まさかそんなことあるわけがないのです。おじさん、こういう可愛いお人形はさ、ちゃんとした可愛い女の子に渡した方が似合うと思うんだよね。私みたいなアウトドア系に渡してもほら、人形の方がかわいそうというか。欲しいくせに。顔に書いてあるじゃねえかよ。おいおい、別に女の子じゃないと人形は渡せないとか、そういう考え方じゃねえぞ。こいつは、俺と今日の部活で熱い睨み合いをしてくれた親友への贈り物なんだぜ。そうなの？ケイちゃんは男の子の友達にも人形を渡すわけ？まあ、確かに選べる範囲があるなら、わざわざ人形は選ばねえな。でもよ、男の世界じゃ相手に悪意がない限り贈り物は拒まねえぜ。相手の気持ちなんだからよ。変に断られるとかえって男気がないよな。じゃあその女の子でなくても人形を受け取ってもいいんだ。男が仲間に送ったもんだぜ。大事にしなかったら承知しないぞ。うん。あのおじさんがこの人形が欲しいからもらうんじゃないよ。ケイちゃんが仲間に送るって言ったから、ケイちゃんの顔を立てるために受け取るんだからね。
ようやく受け取ってくれたぜ。人形一個渡すのに手間のかかるやつだぜ。ケイチくん100点満点かな？かな？僕もそう思いますです。あの意地っ張りのミオンによくお人形を渡せましたです。ミオンさんも笑っちゃいますわね。欲しいってあんなに顔に書いてあるのに痩せ我慢なんかしちゃって。違いねえな。こらおじさんの陰口を言ってるでしょ。こらみーちゃん、バイト急がなくていいの？遅刻しちゃうよ。もう覚えてなよ。ざまあないでございますわね。あうあうあう。でもとっても痛そうなのです。みー、にぱー。